それでは一言お祈りをさせていただきます。もしあなたの御教えが私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたことでしょう。天の父なる神様、あなたは道であり真理であり命であります。あなたを見出すまでは何によっても満たすことのできない空洞が私たちの魂の中には存在しておりました。何をしても虚しく、将来に希望を持つことができず、心に平安のないものでありました。しかしあなたの憐れみにより、主イエスキリストの御臨在に触れさせてくださり、私の魂の空洞はあなたの命と愛と真理を満たしてくださいました。そしてあなたの救いの中へと導いてくださり、あなたの子としていただいていることを感謝いたします。どうか今日もあなたの御救いの真理を私たちが触れることができるように、聖書の御言葉から聖霊によってお示しください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。刑務所で共に教会史を しておりましたカトリックのある神父さんが以前こんなことをおっしゃいました。聖書の中の許しというテーマでお話しするときは、これは先生が話してください、結婚している人は許しをたくさん経験しているでしょうかと私に言うのであります。ご存知の通り、カトリックの神父さんは独身でありますから、夫婦が経験するであろう許し合いということを経験しないので、プロテスタントの牧師の方が経験豊富でしょうと、こういうわけであります。結婚生活は許し合いの連続でしょうということをおっしゃいました。なるほど、結婚というものの確信がついたことを言われるなと思ったことであります。今日の聖書の箇所にはイエス・キリストによる罪の許しというメッセージが出てまいります。ここに示されているメッセージを通して御言葉の真理に出会いたいと願っております。イエス・キリストがある日一軒の家で人々に神の国についてお話をしておられた時のことであります。イエス・キリストの評判は当時のイスラエルの隅々にまで広がっていたと思われます。それで宗教的な指導者たちがイエスとはどのようなものかを見るために方々からやってきておりました。都のエルサレムからもやってきておりました。そして一般の多くの人々も所狭しと集まってイエス・キリストの話を聞いたり、また病気を治していただいたりしておりました。そんな折に数人の男たちが一人の病人を連れてその家にやってきたのであります。イエス様に治していただこうというわけです。ところが家に来てみると、その入り口まで人がいっぱいで、中には入ることができませんでした。しかし男たちは諦めることはできず、その家の外階段から屋根の方に登り、当時の屋根は平らであったようですから、この屋根に上がってなんと屋根の瓦の一部を剥ぎ取って、そこに穴を開けて、そこから病人を布団に寝かせたまま、担架
担架のようにして綱で吊り下ろしていったというのであります。そしてちょうどイエス様がお話ししているその目の前に降りてくるようにうまく吊り下ろしたのであります。男たちの意気込みが感じられるようなエピソードであります。その人たちの強い信仰をご覧になったイエス様は目の前のその病人に向かって友よあなたの罪は許されましたと言われたのです。どうしてイエス様はここであなたの罪は許されましたと言われたのでしょうか。不思議ではないでしょうか。イエス様はこれまでにもたくさんの人々を癒してこられました。ある人には手を置いて癒されました。ある人には清くなれと言って癒されました。しかしあなたの罪は許されましたと言われたのはこの時が初めてであります。この方は中風になっておられましたが、この中風の人には何か罪があったのでしょうか。イエス様だけが知り得た罪というものがあったのでしょうか。それとも当時の人々は病気というものを罪と結びつけて考える傾向があったので、イエス様は罪を許すと宣言されたのでしょうか。よくわかりません。いずれにせよこのイエス様のお言葉が難しい問題を引き起こすのであります。それはその場にいた当時の宗教的な指導者たちにとってイエスキリストの言われたことが信じられないような神への冒涜の言葉と受け止められたのであります。彼らは一体このイエスとは何者だ、このような神への冒涜の言葉を口にするとは、神の他に誰が罪を許すことができようかとそれぞれが心の中で思っていたようです。イエスキリストはイエスは神を冒涜しているという彼らの考えがやがてイエス様を十字架へと追い込んでいくことになるわけですけれども、ここではその芽生えを見ることができます。そういう彼らの考えを見抜いておられたイエス様はこうおっしゃいました。なぜそんなことを心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が、つまりイエス・キリストが地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにとおっしゃってから、中風の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、こうおっしゃったのであります。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかというイエス・キリストの言葉は正直理解しにくいところであります。起きて歩けと言って病人が起き上がることができなければ、キリストにその力がないということになります。あなたの罪は許されたと言っても本当に許されたかどうかは心の問題でありますから、キリストにその力があるかどうかはっきりとはわからない。だから起きて歩けという方が難しいということになるという説明がよくなされてきました。そうであるのかもしれません。しかしそれで病人が治ったからイエス・キリストに罪を許す力があるという証明になるという理屈も少し分かりにくいところであります。ともかくこの病人に向かって起きなさい、寝床を畳んで
家に帰りなさいと言うと、その病人は立ちどころに自分で立ち上がり、布団を畳んで神を崇めながら自分の家に帰っていったというのであります。そこにいた人々は驚くと同時に神を賛美したのであります。このところを理解するために、この同じルカの5章の後の方、31節と32節を見てみたいと思います。31節を見ますと、こう記されています。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと言われています。確かに医者を必要とするのは病人であります。私たちは病気にならなければ、あるいは病気の予防のためでなければ、医者のところにはまず行かないだろうと思います。同じようにキリストは、正しい人はキリストを必要としていない、罪人だけがキリストを必要としているのですと言われました。このところは誤解しやすいのですが、福音書全体からこのところを理解しますと、自分を正しいと思っている人はキリストを必要としない、自分は罪人です、どうか私を憐れんでくださいと思う人だけがキリストの恵みを理解し感謝できるという意味であります。さらには聖書全体から理解しますと、義人はいない、一人もいないというふうに記されている通り、人は誰でも罪人であると聖書は宣言するのであります。ですから全ての人が本当は救い主イエス・キリストを必要としている、自分を正しいと思っている人は自分でそう思っているだけであって、本当は神の御前に誰も 100% 正しい人はいませんという意味であります。ですから神様の御前に自分は罪人でありますと認める人だけがイエス・キリストの恵みを理解するようになるということであります。そうするとこの中風の人に対するキリストのお言葉、あなたの罪は許されましたという宣言は、誰でも神の御前に罪人であるという自覚を持っている全ての人への罪の許しの宣言ということになります。自分は実に神の御前に罪深いものだと自覚している人にとっては、この宣言はこの上ない素晴らしい福音であります。文語訳の聖書では、こよ何時の罪許されたりという訳がなされています。このイエス・キリストの宣言を自分ごととして魂で受け止めることができる人をクリスチャンと言って良いでありましょう。さらにこのキリストの宣言の背後に、イエス・キリストの十字架の贖いの御業があるということを理解できる人は幸いであります。私たちの罪を許すために、神の御子イエス・キリストがあのゴルゴタの十字架にかかって尊い血を流されたということ、キリストが命を捨ててくださったということ、父なる神様がそのお心を引き裂いてくださったということ、そのような尊い犠牲があって初めて私たちの罪が許されているのだということを理解できる人は幸いであります。聖霊だけがこの真理を私たちに明らかにしてくださいます。
あの十字架に神様の愛がはっきりと表されたのであります。こよ何時の罪許されたりと宣言してくださるキリストの御言葉の背後に尊い御子の血潮が流されているのだということを理解できる人は神の愛を理解できる人であります。かつてある知人からこんな話を聞いたことがあります。その方のおじいちゃんがお孫さんとある日河川敷で凧揚げをしておりました。お孫さんが凧揚げに夢中になって川に落ちてしまった。慌てておじいちゃんが川に飛び込んでお孫さんを助けようとします。何としても孫を助けねばという必死の思いでお孫さんを川岸に持ち上げて助けることができたけど、おじいちゃん自身はそのままそこでこと切れて死んでしまったのであります。堤防のところで両手を高く上げてお孫さんを持ち上げたまま自分は水の中でこと切れたというのであります。私たちの罪を許すためにイエス・キリストはあの十字架にかかってこと切れました。キリストはすべての人に来よ何時の罪許されたりと宣言し、私たちをもう一度本来の神の子供として神様との正しい関係の中に引き戻して、神様の栄光を表す人となるために、あの十字架にかかって私たちの罪の贖いを成し遂げてくださいました。こよ何時の罪許されたりというのは、ただ単なる言葉だけでなく、御子の命の代価が支払われたということの宣言であります。そしてその贖いの御業が真になされたのだということを示すために、神は御子を死からよみがえらせ、そしてその復活のキリストは今も聖霊によって全ての人にこの福音の言葉を与えてくださっています。あなたの罪は許されました。キリストは全人類を救うために死んでくださったのであります。イエス様はある時こんなことを語られました。少ししか許されていないものは少ししか愛しません。逆に言えば多く許されているものは多く愛しますということであります。キリストの十字架の贖いによって多くの罪が許されているという自覚を持っている人が人を多く愛するようになると言われたのであります。自分には許されることなど必要ないと思っていれば人を愛することができないとキリストは言われるのであります。十字架の許しと愛がなければ私は生きていけないという、そういう人はその砕かれた魂の間からイエス・キリストの愛がにじみ出てくるのではないでしょうか。友よあなたの罪は許されましたという御言葉は現在完了形が使われていると説明されています。つまりキリストの許しは過去において許されただけでなく、今現在も許され続けているという意味であります。そして私たちは過去の罪が許されただけでなく、今も将来もいつもキリストの許しを必要としています。私たちは意識するとしないとにかかわらず、ありとあらゆる罪を犯していて、行為や言葉においてのみならず心の中で罪を犯していますから、
キリストの十字架の贖いをいつも必要としています。キリストの愛は永遠に変わることがないというのは、聖霊が私たちに常にキリストの血潮を注いでいてくださるということであります。私たちが神様の御前に心を開き、聖霊によって示される諸々の罪を、主よあなたの御前にどうぞお許しください、御子の十字架の血潮を注いでくださっていることを感謝します、今夜何時の罪許されたりという御言葉を、この中部の人に語られただけでなく私にも語られたことを感謝しますという信仰を持って主を仰ぎ見るとき、キリストの愛が私たちを包み癒してくださいます。許されているという確信を聖霊が与えてくださいます。神様の子とされているという確信を与えてくださいます。天の父よと呼びかけて祈ることができるものにしてくださいます。何年か前のこと、私たちの教会の案内のチラシを持ってこの地域を回っておりました。あるお家の前に行った時に、一人の男性が門のあたりで庭いじりか何かをしておられて、教会の案内を持ってきましたと言って近づきますと、その方が話を始められました。奥様はクリスチャンだということで、その方は仏教徒だとおっしゃいます。いろいろお話をしてくださいました。だんだんと分かってきたことは、その方は戦争の時代に海軍兵学校に入学し、南太平洋の島々を転戦していきましたけど、彼は生き残りました。同期の桜580名のうち330名が戦死したと言います。終戦になって公職追放を受け、しばらくしてから海上自衛隊に入隊いたしました。そして自衛隊の幹部として活躍していた40代後半の働き盛りの時に突然病気になられました。脳出血で半身不随となったのであります。それが一度ならず二度までも来て、大きな障害を負うことになりました。仕事は辞めざるを得なくなり、まだまだ働ける年齢なのに、そしてまだ子供たちも小さいのに、どうにも体が動かなくなってしまって、彼は人生に失望してしまいました。極度のうつ病にもなり、毎日死ぬことばかり考えるようになっていったのであります。奥様も心配で、彼がどこか外に出るときは必ず家族の誰かが後からついていって、自殺をしないようにと見守らなければならない、そういう状態になっていたのであります。そんな時にひょっこり玄関先で出会ったのでありました。その出会いの背後に神様のご摂理があったと思います。その方がなんと教会に行ってみたいと言うではありませんか。それで次の日曜日から奥様に連れられて、この加賀の井の坂を一歩ずつ登って教会に来られるようになりました。体が極度に不自由になっていましたから、教会の玄関の階段を上がるのも危ない状態でありました。けれども毎週日曜日に教会に来られるようになりました。そして礼拝に出られて、聖書のお話を聞き、また聖書の勉強を自分でもして、熱心に聖書を読まれるようになりました。そうこうしているうちに、うつ病も癒されて、
前向きに生きるように変わっていきました。一時は人生に希望を失って死ぬことばかり考えていましたが、いつ頃からか自分は自分の力で生きているのではなく、目に見えない大きな力で生かされているのだという自覚が芽生えてきたのでありました。人間を超えた大きな力で、つまり神様の御力で、神様の愛によって自分という人間が生かされているということに気がついたのであります。その頃から前向きに生きるようになり、聖書の勉強の他にも新聞も熱心に読むようになり、やがてご自分の作った短歌や俳句を新聞に投稿するようになり、しばしば新聞に記載されるようになっていきました。数多くの短歌や俳句が新聞に載るようになっていったのであります。そのことによって同じように身体のハンディを背負っている方々と交流を持つようになっていきました。そしてこの方の短歌や俳句が障害者を励ますものとなっていったのであります。この方の作られた俳句を今も一つ覚えております。救う手に山ゆらゆらと岩清水。この俳句が私は大好きなんですけれども、片手が不自由でありましたから、片手だけで水をすくって、そしてそれを見ると山の影がそこにゆらゆらと映っているという情景が見えるような俳句であります。この方にもイエス・キリストの福音が心の中に入ってきました。十字架の愛がこの方に希望を与え、生きる力を与えていきました。体が極度に不自由でありながらも、しばしば近くの山に入り、タケノコの季節にはタケノコを取り、それをわざわざ教会に届けてくださいました。今頃の季節になると栗を拾ってこられて、それを教会で皆さんと一緒にいただいたこともあります。季節季節の山の幸を取ってきては教会の皆さんと分かち合ってくださいました。この方の上に働かれたイエス・キリストは今も同じキリストであります。そして全ての人にあなたの罪は許されましたと宣言して、一人一人に生きる希望を与えてくださっています。神の愛を今も注いでいてくださいます。病気の人にも健康な人にも、キリストは聖霊によって今日もこの福音を送ってくださっています。何時の罪許されたり、我にあって生きようと今日も私たちに語り、神様のご愛で包み、私たちを癒してくださっています。健康な人もそうでない人も、キリストの十字架の血による許しの確かな宣言を受けて、神様との生きた交わりの中に生きていこうではありませんか。毎日イエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、神の許しの宣言を魂で受け止めて生きていこうではありませんか。そしていつも十字架から立ち上がって一日一日を生きるような信仰者となろうではありませんか。一言お祈りをいたします。愛する天の父よ、御子イエス・キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに誠の愛が分かりました。イエス様があの一人の病人に宣言されたお言葉は、聖霊によって今日私たち全てのものに届けられている真理の御言葉であることを感謝します。そしてキリストの十字架の贖いによって
許されない罪はなく、あがなわれない咎もないことを感謝いたします。どうかあなたの許しの宣言を日ごとに聞きながら、あなたの十字架の愛を感謝しつつ、立ち上がって生きるものとなることができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。